リンゴルフの皆さん、こんにちは。 PCM の編集長をやっている村田と申します。今年の3月にアジア最大のゴルフのイベントジャパンゴルフフェア2020というのが、今回のコロナの影響でイベントそのものが中止になりました。で、我々 PCM としても中小のメーカーさんを一堂に集めたコンポーネントコーナーというのを主催を考えておったんですけども、申し込みいただいたメーカーさんに PR する場を設けようということで、リンゴルさんのお力を借りてですね、動画でもこれからメーカーさんの商品紹介をさせていただこうと思ってます。よろしくお願いします。はい、今回はちょっと聞いたこともないまた名前のシャフトなんですけども、モンスターシャフト、これですね。こんな感じでモンスター、モンスターっていうとバケモンって意味ですよね。前回もうちの PCM で去年の9月号で特集やったんですけど、バケモンシャフト書いちゃいました。で、まあ何がじゃあモンスターバケモンなのかっていう説明をちょっとさせていただきます。ちょっとこれ先端ちょっと分かりづらいんで、まあ、細かいのはちょっと分かりづらいですよね。ちょっと写真を使って説明します。ここなんですよ、これ、この感じ。これあのシャフトのですね、先っちょ、先端部分ですね、拡大写真なんですけども、白い点が周りにバーッとあったと思うんですけども、これ実はチタンの非常に細いコンマ何ミリっていう糸が、ここからここら辺まで数十本単位でブワーッと入ってるんですよ、中に。まあ、これが一つの性能軸の特徴の一個です。で、もう一個は、このカーボンのシート、まあ、使われているシートは、専門的な言葉で言うと、弾性率という言葉がありまして、シャフトの場合よく表現する言葉なんですけど、弾性率っていう。で、この数字が大きいほど、その、ピンピン動くっていうのが、こうピンピンする感じがあるわけですよ。で、今回のこれは、弾性率が60本。という非常に、高い弾性率のカーボンを使ってます。まあ、どういうことかっていうと、ぶっちゃけ非常に高価なカーボンシートを贅沢に使っているというふうな表現をしたら、分かりやすいでしょうか。まあ価格も価格でですね、実はこれ1本、10万円です。なかなかいいお値段なんですけども、それなりにやっぱりちゃんとこだわってるところが、そういったような素材の部分もございますし、で、まあ、チタンのこのねファイバーを巻くって言っても、これ一言で言うとなかなか難しい技術が実はあって、手作業なんですね。だからどうしても高くなっちゃう。でもう一つがやっぱこの仕上げ、このなんていうかね、こうピカピカこう光る、わかりますかね、なんとなく、まあ、このメッキ風に仕上げた高級感ですね。高級素材と粘りを表現するチタン繊維、それと仕上げのメッキで、まあ、手を込んだものなんです。で、まあ、実際に、まあ、10万円のシャフトって言っても、なかなか皆さんえっていう感じ、まあ、クラブ1本買うより高いですよね。ですので、まあ、なかなかすぐに手が出るような代物ではないんですけども、まずはじゃあどういったようなシャフトなのか、解析してみましょう。今回は重さをまず測ってみて、その後振動数、これを測ってみて、モンスターシャフトの特性がどういうものなのかをご説明いたします。はい、それではそれぞれのシャフトの重さをまず測っていきます。まずモンスターシャフトは、40g 台から 60g 台まで FX もそれぞれございます。全部で9モデルなんですけども、まあ、今回は軽量の 40g と 50g の5本ですね、5種類といったものか調べてみましょう。まず 40g 台の L って書いてあります。これがまずモンスターシャフトの中で一番軽くて柔らかい、シャフトになります。でトルクも 5.0 って書いてありますね。重さを測ってみましょう。おノンカットの状態で 40g 切ってますね。 39.8g、これはもともと長さが45インチでノンカット状態
なので、これをまあ一部まあ短くして使われる場合もう少し軽くなってきますね。なのでまあ完全にもう 40g 切っちゃってますね。普通 40g ってなかなかグダグダでこう柔らかいものが多すぎるんですけどね。どうなんですかね。はい、次、40g の R レギュラーシャフトですね。表記はまあ47って書いてありますね。こちらが果たして何 g あるのかと。 46.9g。 ベタピンっすね。なかなかこんなコンマ 1g の差ってなかなかないですね。はい、次、次に 40g の SR ですね。こちら、はい、48.6g ですね。まあ、表記自体は 48g っていうふうになってますね。若干ちょっと重めかな。はい、次、はい、40g の S ですね。表記は 49g って書いてありますね。 49.5g、 若干重めかな。まあでもやっぱりしっかりと 50g 切ってきてますね。ラストは 50g の R ですね。表記が 54g、 52.728、まあ、54って書いてあったらまあ若干軽めなんですかね。はい、まあ、ほぼほぼ表記と 1g 前後の違いで収まってますね。はい、じゃあ次、振動数を測っていこうと思います。振動数測っていきます。今回は鴨下さん、鴨下製作所さんの振動数を使っていきます。これ重りですね。これシャフトの頭につける重りなんですけども、うちは 230g の重りを統一でつけてます。これはですね、初期にスタートした時にいろいろ調べたんですけども、藤倉さんと同じ測定方法にしました。シャフトメーカーさんによってはこの重りと重さが異なってるケースがあります。なので表記されているメーカーカタログの振動数が全て同じ重さで測られているわけではないので、あくまでもその目安として見てください。で、今回はこの、モンスターの5種類がどれぐらいの硬さなのかというのを調べるためにこのウェイトを使ってこの振動数計で測っていきます。はい、はい、まず一番軽くて柔らかい40の L シャフトを測っていきます。はい、183ですね。はい、次 4R ですね。 40g の R シャフト、はい、206ですね。次が SR、 40g の SR です。さあどれぐらい出るんでしょう。ほう、はい、218、はい、40g です。いきます。お、はい、225ですね。はい、次ラスト、はい、50R いきます。はい、237、5本測りました。結果としてはこういう感じ。この数字を見る限りですね、一般的にまあゴルフクラブとして販売されているクラブのフレックスが R のものは220から230ぐらいなんですよ、振動数が。なので、ちょっとモンスターは全般的に、平均値よりもやや振動数は高めですね。減らすとワンフレックスぐらい上かもしれないですね。一番柔らかい4の L で183、うん、まあまあ振動数出てますね。なのでこれ意外とモンスターは軽くても振動数がそこそこあるので結構しっかり感じると思います。まあ実は私も前回、全てのフレックスを打ち比べを全部
させていただいたんですけども、全般的なイメージはまあやはりワンフレックス分結構しっかりしてるなっていう印象はありました。シャフトの挙動、まあ動き方に関しては当時ちょっと表現入れちゃったんですけど、なんかこうロールスロイスっぽい重厚感がありつつスポーティーな感じっていうような表現をしました。まあなかなかこの粘り強さとこのスピード感っていうのはなかなか両立は難しいんですけども、まあ、その点を今回モンスターは、両立してまあクリアしているというところが最大の特徴だと思います。で最後に、じゃあこのシャフトどういうゴルファーがいいんだろうというところにいきます。実は4の L は、正直言って男性でも使えます。まあ、そこそこ僕もヘッドスピードあるんですけども、普通に打てます。別にそのタイミングで待たなきゃいけないとかいうこともなく普通に自分のスイングで打てる、まあ、それぐらいこうついてきてくれる感覚があるので、まあ、結構しっかりしてますねっていうのもあるんですけども、一般的に考えれば、まあ、なんとか体力も落ちたんだけども少しでもいいから伸ばしてと、飛距離伸ばしたいというシニアもしくは女性がお使いいただけると、まあ、シャフトが仕事をしてくれるっていう感覚を味わっていただけると思います。本当にこれは打ってみなきゃ分かんないです。シャフトが仕事するっていうのは打たなきゃ分かんない。あとはどうも今販売されている MK トレーディングさんに伺うとやっぱり主流はモンスターに関してはやっぱ 40g 台の SR とか S、まあ、ここら辺がかなり中心的に売れているというお話は伺ってます。なので、まあ、クラブがまあ結果的に全体重量が軽くなりつつも、しっかりとインパクトで捉えられるというシャフトですので、結果球に重みが乗って飛んでいくという、軽いのに球が重い結果飛ぶっていう特性がモンスターにはあります。まあ、なかなかね、その定価10万円というのは高価なものなんですけども、まずはちょっと一回打ってみてほしいですね。どういうものか、まあ、扱ってる店もちょっと少ないんですけども、まあ、一度ちょっと MK トレーディングさんにご相談してみてください。よろしく。